今日が終わり、明日が来る。そんな当たり前のことが俺たち奴隷には許されない。行きたくば勝ち抜け。それが剣闘のすべて。目の鋭さと運動速度は申し分ない。血生臭い剣闘を革命し得る異質の逸材だ。課題はむしろ精神面か。勝つたびに相手が死ぬんじゃ、まるで俺人殺しじゃないか。これが剣闘の現実だ。始め。たった一つだけ疑いのない衝動。俺もう嫌なんです、自分の身を売り買いされるのは。だから決めたんです、次に俺を買うのは俺自身だって。分かってるわね、エムデン。気は熟した、俺は強い。己のために拳を震え、立って掴み取るのだ、お前の明日を。早く、鋭く、もっと早く、もっと。奴隷に与えられた選択肢はただ一つ、拳一つで自由をもぎ取れ。